際 TV。 だけチャオに来てます。チャオ最高、めちゃくちゃいいじゃん。リフトもまだゴンドラしか動いてないからね。あとリフトも動けばいいから。外は違う、ナルシスト武器に我を磨く、鏡の前でリコーディング、角度が大事自撮り、しかもオリジナルみたい、一癖になる品格格良さある。 Hey now Let's go。 じゃあ行きましょう。今回3日間、まず1日目、2日目はホオノキ平スキー場で滑りまして、で最終日今日チャオ御嶽スノーリゾートを来て滑ったんですけど、あの雪質はねやっぱりこっちの方が若干あの柔らかい感じはしましたけど、やっぱりロングコース滑れるってことと、あとずっとこう緩斜面なんで、あの基本的なねこう動きを確認するにはチャオ御嶽
のリゾートなんかすごくいいんじゃないかなと思います。ただあのリフトがねまだ動いてないってことでゴンドラのみだったんです。ごいもう本当にディズニーランド並みに並んでましたけど、まあこれもこれでまたあの一本一本ね大事に滑るって意味ではこうゴンドラもね40分ぐらい並んで待って一本滑るってのはすごくこう意味のあることなのかなと思いました。無駄なことはないと思います。ということで今年はねまだ他にもいろんな山上がってどんどんまあ、アルペンスキーのねスキーを履いてこうどんどんこう自分のね感覚を研ぎ澄ましてそのねまた感覚をいろんな分野で、ね、活かしていけたらなと思うんで今後も皆さん楽しみにしてくださいということで毎回言ってますけど毎回じゃないかですね2016年2月10日ようやくねショー The Best 17曲入りそして DVD もついた2枚組の CD がねリリースされますんでそっちも絶対にみんなチェックしてください。1月の10日ぐらいからはもうTSUTAYAとか HAB タワーレコードでね予約の方もできると思いますのでそっちも絶対チェックしてください。ということで今日のショーフリースタイル TV はチャオオンタケスノーリゾートよりお送りしました。そして次回もねまた皆様が笑顔になるようなね映像を届けられたらなと思ってます。それでは次回ドンベシまた会いましょう。 See you next time. バイバイ。ショーちゃんだよ。 Yeah. ショーフリースタイル TV